白井優也は、日本の男性総合格闘家。愛知県豊橋市出身。トライブ東京 MMA 所属。柔道三段。元ディープウェルター級王者。長男両の弟子である。国学院大学で柔道部に所属した。2003年6月8日、全日本三母選手権 90kg 級で優勝を果たした。9月15日、ディープで、プロ総合格闘技デビュー。 2004年9月24日、パンクラスに初出場し、佐藤光義に判定勝ち。11月26日、佐々木雄星に判定負け。2006年4月11日、ディープで上位ビラセリオールに判定負け。2008年2月22日、8人制のディープミドル級王者決定トーナメントに出場。1回戦は、 オールイソージローに判定勝ちを収めるも、5月19日の準決勝では、福田力に1から2のスプリット判定で敗れ、王座獲得に失敗した。8月29日には M-1 チャレンジの日本対世界選抜のチーム対抗戦に出場、ヨルダンラデフに判定負けを喫した。10月29日、同じく、 M-1 チャレンジのスペインチームとの対抗戦では、ラファエル・ロドリゲスに一本勝ち。12月10日には、ディープ39インパクトで、ミドル級王者の中西雄一とノンタイトル戦を行い、判定勝ちを収めた。2009年3月14日、ウェルター級転校初戦となった、ドリームウェルター級 GP の出場をかけ、キム・ユニオンと対戦。 3R にチョークスリーパーで一本勝ちを収め、出場権を獲得した。2009年4月5日、ドリーム8のウェルター級グランプリ1回戦でジェイソン・ハイと対戦し、チョークスリーパーで一本負けを喫した。2009年10月10日、ディープ44インパクトで岩瀬重俊と対戦し、3から0の判定勝ち。この試合で右手親指を骨折した。 2010年1月24日、ディープ45インパクトのディープウェルター級タイトルマッチで池本聖和と対戦し、5から0の判定勝ちを収め王座獲得に成功した。2010年4月25日、吉田秀彦引退工業アストラでチェミルズと対戦し、腕ひしぎ十字固めで一本勝ちを収めた。2010年10月24日、 ディープ50インパクトのディープウェルター級タイトルマッチで岩瀬重俊と対戦し5から0の判定勝ちを収め初防衛に成功した2012年3月31日 1FC 初参戦となった 1FC3 でファブリッシュオピットブル・モンテーロと対戦し判定負け2013年4月26日ディープ62インパクトのウェルター級タイトルマッチで ダンホーンバックルと対戦し、5から0の判定負けを喫し王座陥落した。2014年12月21日、ディープ70インパクトのウェルター級タイトルマッチでユータと対戦し、パウンドで TKO 負けを喫し王座獲得に失敗した。2016年2月27日、引退試合となったディープ75インパクトでミノアマンと対戦し、3から0の 判定勝ちを収めた。ありがとうございます。